ちょっと今から釣ったヒラマサをさばこうと思ったんですけど、出刃包丁と柳刃包丁が結構サビサビになっとったんで、まず包丁研ぎから300番と1200番と6000番、これをまず水につけといて研いでいきます。こんなもんでいいじゃろ。
とりあえず1匹分柵取りが終わりました。これはちょっと塩焼きにして、これは今日の夜刺身で食べます。で、残った半身はこれちょっと熟成 2,3 日熟成させてから刺身食べます。これで毎日ちょっとキッチンペーパーを交換しながら3日4日寝かしたいな。それから刺身で食べたいと思います。この前釣ったヒラマサを丸3日寝かせました。
まずはハラミを食べて。油が乗っとるハラミ、やっぱり釣ってすぐに食べる新鮮さがあって、それはそれで美味しいと思うんですけど、魚とかってその釣った後にさばいて時間を置くことによって、なんとかっていう成分が、なんとかかんとかっていう成分に変わって、旨味がすごくぐっと凝縮されて美味しくなるのは間違いないんで、釣りとかする人は特に釣ったその日に食べるもいいけど、やっぱりほんまに美味しい刺身食べようと思ったら寝かして食べた方がいいと思います。